はい、どうも、安嶋教授です。今ここにね、犬がいるんですけど、喋るとね、どっか行っちゃうんですよ。まあやっぱ喋っちゃうとどっか行っちゃうんでね、ほら、どっか行かしたいから喋るって俺めちゃくちゃ嫌なやつになってました。はい、もうね、最低です。俺は申し訳ない。あんまり部屋に入ってほしくないんでね。犬がとかじゃなくて、もう今ね、心が弱ってて、そのパーソナルスペースに侵入してきてほしくないの。犬好きだけど。ひどい。犬好きじゃないだろ。大好きじゃないけど。蓄膿症になった。それだけ。喋ることなんもねえや。何もない。何もないんだったら何もしなくていいよね。すごいね。何もないからやめるんじゃない。何もないんだったら何もしなくていいんだよ。ピザ一口食おう。あれ、ティッシュない。ティッシュがない。ティッシュ先駆け。はぁ、あ。
やめよう、ダジャレなんか言うの。つまんないこと言うのはやめましょうね。これめっちゃティッシュ出しちゃった。もうなんかちょうどいいさ、温度保てねえわ、保てねえんだわ。ムカつくな、金ねえんだわって。めっちゃムカついてきた。ま、ええわ、用のところは許しといたるたるわ。あたあたよー。冷房29度？パラ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 。喋ることほんとないか。はあ、金ねんだわ、金ねんだわ。漫画見よっかな。やることがねえわ。ピザ食うのうま。あんなお腹いっぱいって言ってたのになんかもうお腹いっぱいじゃねえよ。アバよ、ありがとよ。マジ喋るな。最低の変顔。
小手先小手先なあ、ね、メスでもできる、そんなもん。ニュース作るか、過去のニュース引っ張ってくるか。それおもろいな、おもろいな、おもろいわ。最低です、最低です、もう最低だね。最低とか言っちゃダメ、自己肯定感が。あーやばい、助け、助けないで。いや助けて、いや助け、助け中。つまんないことするとなんかちょっとやめよう。ちょっとわざとつまんないことするのをなんかちょっとハマっちゃった、この負の連鎖から逃げまーす。逃げました。ねで、まほとさんは面白い動画が作れるのか作れないのか、まあ、賛否両論あるとは思いますがね、私はどうなんでしょうかね。まあその何て言うんでしょうかね、まあ、あの一連の騒動で、まあ、ABEX との契約が解消されたわけで、まあ、音楽の道というのはね、まあ、断たれたわけじゃないと思いますけど、まあまあまた何かあったらね、 ABEX とはまた契約で、まあ、ABEX とはもう契約ができないかもしれませんけどね。やっぱりね、一度そういう問題を起こして、で契約を解消してまたしてくれるかっていうとね、してくれないと思うんですよ。だったら音楽の道を諦めてくれるかっていうとね、やっぱその一人で活動してるわけじゃないので、イミカさんと一緒に音楽活動してるんで、やめるにやめれないんじゃないかかなとか思ったりはします。まあイベルタスですかって、リベルタスだっけ、まあそういうブランドもやってるんでね、人間で出せる容量ってねやっぱ決まってると思うんですよ。まあ 33% でね、その 1% だけがね、あの YouTube に乗っかってればいいなと思うんだけど、そうじゃないと思うんですよね。やっぱりその ABEX に入るくらいだから、音楽活動に力を入れているっていうのがあると思うんだ。50、25、25くらいだと思うんですよね。当然やっぱ動画面白くなくてもしょうがないし、そもそももう10年くらい YouTube をやってるわけで、ネタも出し切ったし、そもそも後輩がまあやっぱ黄金期と比べるとやっぱり面白い後輩はいなくて、容赦するだけのね、まあ、あの猿でもできるって言い方は悪いんですけどね、ゲー仕込めば猿でもできますから。あ、容赦する頃ね、あ、要は拍手なんでね、猿でもできます。あ、まあそんなことするようなね、まあ猿程度ね、後輩しかいないってことは、まあ動画が面白くなるわけがないんですよね。はい、まあ、そもそもなんかツランもなんかね、嫌な雑誌してますね。あ、これは主観的な考え方なんですけど、だからね、確かにその後輩パワーで面白くなるってことはできないんです。やっぱりその全盛期っていうのはヒットラハウスや動画の親がいてね、やっぱその後輩と一緒に面白いことしてたし、面白い後輩がいるから俺も負けてらんねえって気持ちでやってるんですけど、まあ別にね、あんま誠さんより面白い後輩ってあんまりいないので、まあ夕闇くらいでしょうか。でも夕闇は結構面白いので、やっぱ誠さん的にもね大変だなと思いますし、そもそも後輩の後輩ですからね、扱いづらいなとは思いますし、そもそもジャンル違いますね。やっぱ夕闇って結構ね、尖りおもろ系なので、ちょっとその
まあ、太田さんとは絡みづらいなっていうね、よいしょはしてるくれるけど面白いみたいな、すごい絶妙な立ち位置じゃないとね、結構ダメなんじゃないかなと思います。そもそも、まあ、真さん自体の面白さっていうのもやっぱ消えつつあるし、そもそもなんか俺過激なことがするからとか言って、禁断ボーイズにやらせるって、そのなんか世界で一番ダサいんじゃないかなっていう。別に俺、女殴ることよりも、あの動画の方が私はダサいと思うので、はい。まあでもまあ、めぐみんさんよりは希望あると思います。まあめぐみんさんもそもそも、まあ初期メンバーとかでいろいろ面白いことをやってて、多分そもそも会社始める前とか、会社始める前後でね、まあそもそも人間性とかで会社始めてからその自分が偉くなったと勘違いしてしまって、やっぱそういうところでね、傲慢になってしまったり、そういう態度が悪くなったりとかしてね、まあいろんな人が離れていったと思いますし、まあ、そういうのが原因だし、そもそもめぐみんさんっていうのは動画のマスコットで確かにいなくてはならない存在なんだけど、あの動画の面白さの根幹をあの人が作れるかって言ったら作れないと思うんですよ。はい。うん。やっぱりそもそも、あとなんかキャラもブレブレですしね、なんか元気がないのかは分からないですけど、やっぱりそもそも楽しくないっていうか、全力でやれてないですよね。うん、全力でやりたくないし、もうやめたいって言ってるのは本当やめればいいのに、やめもしない、怖いからなのかは分からんか。うん、めぐみ TV 行ったら見ないって言ってるけど、まあそうかもしれないけど、まあそのまあ視聴者さんもね、よくよく考えて面白いものじゃなくて、もうめぐみさんだけでいいっていうね、もう何やっても肯定してくれるんで、でも出たくないって言ってんなら出るのやめればいいけど、でも出なくなったらもう再生回数なんでガタ押し目に見えてるじゃないですか。だからそういうのができなかったなっていう、後輩育成ができないって、まあ育成できる人間なんかないですからね、 YouTuber なんて。うん、そもそもね、うん、育成するためにはやっぱりその育成専用の人がいますから。そもそもめぐみさんマスコットですよ、やっぱり。めぐみ TV のマスコットで、あの人がなんか翻弄されたりとかしているから面白いけど、それがなんか安っぽい翻弄っていうかね、昔は結構良かった感じはするんですけど、ただなんか最近のはもう、最近って言い方も、ハルメデさんとかが来たらなんか小学生みたいなね。まあ、確かにそれは小学生には受けるのかもしれないけど、その、台風抜くとかね。段落的なものになってて、まあ、これはね、柴田さんにバカって言われてもしょうがないんじゃないかなっていう見解があります。でも、だからといって、ファルコン・ミテオさんが、いるから、破滅が始まったといえば確かにそうなんですけど、でも、そもそも面白いメンバーがいなかったっていうので、補強で入っただけだと思います。まあ、補強で入ったのが、前ほどの面白いメンバーじゃなかったんで、やっぱ面白い人材っていうのは最初からいたと思うし、めぐみ TV の雰囲気っていうのは形成されてたんですけど、でもそれを捨てないとやっぱりチャンネル登録者は伸びなかったし、でもそれを捨てたのにもね、何も残らない。まあ、チャンネル登録者100万人はいかなくなった。100万人からね、10万人くらいもう減ってますよね。いろんな層だって。もう100万人でもないし、だからといって別にその個性があるわけでもないと、結構一番の地獄チャンネルになってるんじゃないかなと私的には思います。やっぱりブレちゃダメなのかなっていう、いいブレがなきゃダメなんですよ。ブレるとかじゃないんですよ。ちゃんとしっかりと狙いを定めてね、ここの方向に行きたいのか、でも方向じゃないと思うんですよ。やっぱり結局は。どの地点に落ちるかっていうことを考えなければいけないんじゃないかなと思ってて、まあそれがね、方向も決まってなくて本当にただブレたっていうだけ。まあそういうのがいけないんじゃないかなと思う。やっぱり方向を決めるんじゃなくてね、着地地点とかもしっかり決めた方がいいと思う。でも方向はまあ決めなきゃいけないと思うんですけどね、やっぱりそういうのでね、いろいろダメだったんじゃないかと。でも私はね、めぐみ TV はね、復活しないと思う。そもそもめぐみさんが面白いものを作る人じゃなくて、面白い動画のさらにその面白いマスコットとしてやってるわけで、別にね、やっぱりそのだやっぱあその面白い企画を考える人って脚本家っていうのはね、大事ですから。そういうのがやっぱ全滅した状態のめぐみ TV に復活はないんじゃないかな。いくら後輩がどうのこうのって言ってもね、やっぱ面白いことができないでしょう。うん、めぐみ TV さん、めぐみさんはね、多分面白いこと考える人じゃないと思うんですよね。うん、最初は面白かったかもしれないけど、もうやりたくないって言ってるのはやらせる必要はないし、でもやらせたらやらせたらね、どうせ目に見えてますから、そんなもん。それもちょっと悲しいですよね。やっぱ育成失敗したっていう。うん、でもやめたらやめたらもうただホームレスで戻っちゃうから、微妙な立ち位置だなって感じでだなとは思います。 Don't let me down。 うん、いざ梅原が画面端、梅原がまだ入る、梅原がいやいやバースト読んで、梅原がいやいや
ブブブベイ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 チンポポポポーチ。腰痛て、不正や不正。食べることないし、冷房つけたからめちゃくちゃ臭い部屋が。じゃあね。いやー、しょうがない。